コーデリア姫の謁見を賜り光栄に存じます。私はマクシミリアンと申す者。ご城下にいささか乱暴に惨状をつかまつった段はご寛容いただきますよ。さすが名将の誉れ高いマクシミリアン殿下、電光石火の国境線突破、感服の極みです。貴公がボルブ殿か連邦と結ぼうとした直後に手のひらを返して我が帝国に内通とはな。これもガリアを安泰ならしめんための決断。小国が生き残るには大国の庇護が必要不可欠。我がガリアは無条件降伏を受け入れ帝国の属国となりましょう。その代わり約定通りにこのボルグをガリアの統治者としてお認めいただきたい。世はガリアに帝国ごときの属国となることなど求める。このマクシミリアンが大公として即位し、ガリアは新しい国として生まれ変わるのだ。何ですと？そしてこの城に眠るバルキュリアの清掃の力を持ってガリアは大陸最強の国家となる。あなたはなぜそれを？コーデリア姫、あなたには世の妃となってもらう。バルキュリアの末裔であるランドグリーズ家の血統は大陸の王となる世にふさわしい。バルキュリアの末裔、あなたはその血統を利用しようというのですね。いかにも。バルキュリアの意向と権威はこの現代においても衰えてはおらぬゆえ。ではあなたにお見せしましょう、我が血統の真実の姿を。姫、一体何を？なんと。これは私はバルキュリア人ではありません。ダルクス人なのです。一体これはどういうことだ？数千年前、大陸を支配しようと北方からバルキュリア人がこの地に侵入してきました。先住民族だったダルクス人たちはバルキュリア人たちにこうして戦いました。しかしラグナイトの力を使うバルキュリア人はダルクスの都市や村を焼き払い、ダルクス人たちは追い詰められていきました。そしてついにダルクスの有力な豪族がバルキュリア人に寝返るに及んで、ダルクスの民は敗れバルキュリア人に支配されることとなったのです。その後バルキュリア人たちは歴史を書き換え、大地を焼いた罪をダルクス人になすりつけた。そうか、ダルクスを裏切ったその豪族の末裔が、もしや。そう、我がランドグリーズ家なのです。バルキュリア人に協力した見返りに私の先祖はこの地の統治を任されました。自らはバルキュリアの末裔と称し、ダルクス人を迫害し続けてきたのです。民の不満をそらす対象を作ることで生態を安泰にする、為政者の常道だな。私はその真実に悩みました。偽りの姿で国民に接することに苦しみました。そしていつの間にか苦しむことから逃げ、自らの考えと意志を放棄して生きてきたのです。しかしある一人の将校と出会い、私はその過ちに気づかされました。
バルキュリアの血統に縛られて生きるのではなく、自分の意志で生きていくこと、ガリアの血と民を守るために生きること、それが私のなすべきことなのです。ならば世の妃となるがよかろう。いいえ、ガリアを守るため私も戦います。ガリアの国の婚約は随分と物騒な形式を取るのだな。ガリアの地と民を守りたければおとなしく我が妃となるのだ。もはやバルキュリアの清掃は我が手中。この地を再び焼かれたくはなかろう。どうした？物々しい雰囲気だが。それがランドグリーズに帝国軍が侵入したらしい。なんだと。陸上戦艦とやらで町の門をぶち破ってランドグリーズ城に突っ込んだ。それだけじゃない、城に戦艦を突っ込んだまま何やら工事をしているらしいんだ。まさか奴らバルキュリアの清掃を。いかん、ここでこうしている場合ではない。なんだ、どうした？心臓が、助けてくれ。大丈夫か？おい、しっかりしろ。すまん。やめろ。許せ。ランドグリーズへ急がなければ、今は一刻を争う。いよいよランドグリーズが近い。そこで我が義勇軍中隊の取る作戦だが、先の戦いでアリシア・メルキオット軍曹が装甲に開けた損壊部分を重点的に攻撃。歩兵をマーモットに乗り込ませエンジンを破壊する。いいか？はっ！諸君らの活躍に期待しています。以上、解散。決死の作戦ですね。ええ、隊員たちの士気が下がらないか心配だけど。バーロット隊の無茶なら慣れてますよな、みんな。ああ、何度も視線をくぐってきた俺たちで、今さらどうってことないぜ。それに今度こそ勝ちさえすりゃ俺たちの戦争は終わる。倒れていったイサラやたくさんの仲間たちのためにも、そしてガリアに暮らす人たちのためにも、勝ってこの戦争を終わらせましょう。みんなありがとう。よし、みんな出撃準備だ。いよいよね、ウェルキン隊長。義勇軍首都決戦へ。このことをラジオで放送してもいいかしら？私は戦場で戦うことはできないけれど、記者イレーヌ・エレットとして私もみんなと一緒に戦いたいの。わかった。どうせ僕たちの動向は帝国軍に伝わっているだろうしね。そういえば君の名前はイレーヌって言うんだね。初めて知ったよ。戦争が終わったら婚約者と結婚して
イレーヌ・コラーって名前になる予定だけどね。エレットの名前での最後の大仕事ってわけ。頑張らなきゃ。槍の取り付け工事の進行はどうだ。まもなく作業は完了し、最終テストに入ります。よし、引き続き作業を急がせろ。はっ。やはり奴らの狙いはバルキュリアの清掃か。帝国め、そうはさせんぞ。さあ、コーデリア姫、その婚姻契約書に署名するがいい。それがガリアの民を休んずる唯一の方法なのだ。申し上げます。想像し、今は重要な契約の最中ぞ。ガリア義勇軍がバーゼル峡を突破、イエガー将軍のバーゼル防衛隊は敗退。ガリア義勇軍はこのランドグリーズへ進撃中とのことです。なんだと。ラジオ GBS より臨時ニュースを申し上げます。ガリア義勇軍中隊はバーゼル峡で帝国軍と激しい戦闘を展開した結果、これを撃破。首都ランドグリーズを解放すべく進撃中です。よっしゃー、さすがはウェルキンの兄貴だぜ。ブヒッ。ふん、まあ奴にしてはなかなかやりよるな。のためにも頑張ってくれよ。うん。ベルゲン、君の息子をどうか天国から見守ってやって。やむを得よ、自ら出撃しよう。マーモットは急ぐぞ。この前はバルキュリアの前に退却を余儀なくさせられたが、今度はこちらにも戦争があり、決着をつけてくれよ。マクシミリアン殿下、どうかご無論を。ランドグリーズ城はこのボルグが守りましょう。貴様のように状況次第でたやすく主を裏切る輩は信用できん。こやつを銃殺刑に処しておけ。新しいガリア、この男は不要だ。マクシミリアン殿下、約束が違い。さあ来い。やめろ。何をする。話せ。話さぬ。エルキン様、あなたが最後の希望です。どうか、どうか勝利を。
前方にマーモット主任、距離およそ4000。なんだありゃ、変なもの乗っけてやがるぜ。あの形、アリシアが持っていたバルキュリアの槍に似ている。第7小隊、マーモットの正面位置から移動せよ。急げ。前方にガリア義勇軍部隊が猛烈に展開。距離およそ4000。かつてバルキュリア人は聖なる槍の力でダルクス人たちを倒し服従せしめたという。そんな古代の遺物がいつも見慣れた城の塔に封印されていたとは知る由もあるまい。そしてこのマーモットは聖なる槍を乗せるために設計された陸上戦艦なのだ。さあ思い知るがよい。かつて大地を焼いた禁断の炎の力を。遅かったらあの炎に巻き込まれていたぜ。奴の正面にいてはやられるぞ。側面に回れ。清掃の力思い知ったか。強大な破壊力を保持し、その力で敵を屈服させる。それはこれからの戦争のあり方となるだろう。その力を世界に見せつけると、貴様らガリア兵は無残、無ごたらしく死ぬ必要がある。さあ、かかってくるがよい。世の栄光の歴史は、ここから始まるのだ。首都奪還の可否はこの一戦にかかっている。目標は敵陸上戦艦、全力でこれを沈めるぞ。第7小隊出撃する。お邪魔かもしれませんが、私も戦いたいのです。わかりました。さて作戦だが、予定通りまずアリシアが槍で開けた側面の損傷部分を集中的に攻撃する。艦隊側面には戦車はマーモット正面のくぼみを利用しよう。傾斜を利用して上方を砲撃。
撃する。開始する。帝国め。よっしゃ。俺の出番だな。忙しいね。了解。よっしゃ。なんて腕前だ。頑張るよ。よっしゃ。よくやった。次も頼む。やったるぜ。
やったるぜ。破壊してやるぞ。目標の撃破確認しました。気を抜くな。俺の出番だな。ガリア兵どもで力の差を思い知れ。開始する。やったるぜ。いいんだけど。当たる！チャンスです！なん？行動を開始する。
了解しました。エセヘ、もう大丈夫です。あとはお任せください。死なせないでやってくれ。動け。前進せよ。これ以上好きにさせるな。何だあの攻撃は。行動を開始する。もう一発。よっしゃ。味方がやられた。よし行くぞ。出番だな。とうとうガリアが我々のものになるとは。各員前進。開始する。敵発見。忙しいね。避けられやしないよ。
の出番だな。プラ付近の動力。よし。第七戦車はマーモット正面のくぼみの木。よっしゃ。敵の挑発に乗るな。行動開始する。頑張りなさい、今行くから。頼むよ、僕のギャグで笑ってくれよ。行くぞ。よかったな、これで少しは楽になる。頑張ります。任せてください。ありがとう。運転を受け。了解しました。その調子だ。
動開始する。了解。両方当たればいいんだけど。外れる。やったるぜ。
撃ち方始め。当てる。頑張ります。了解。忙しいね。
解。目標は敵陸上戦艦、全力でこれを沈めるぞ。第七小隊出撃する。この戦争が終わったら故郷に帰ろうと思うんだ。動け動け、全てをぶっ当たる。なんて腕前だ。行動を開始する。よっしゃ。
方がやられた。お前ら行動を開始する。開始する。頑張るよ。出番だな。まとめて食らいやがれ。やめてください。やったるぜ。破壊してやるぞ。Thank you.
よっしゃ、よくやった、さすがだ。頑張ります。出番だな。ガリア兵どもめ、ガラドさんを追いつけ。
動しました。了解したよ。人気者は忙しいね。やったるぜ。破壊してやるぞ。
たるぜ。両方当たればいいんだけど。はっ！奴を止めてくれ。よし、行くぞ。ありがとう。了解。
了解。両方当たればいいんだけど。やったるぜ。外れるか。行動を開始する。やったるぜ。今なら何だってやれるぞ。外れるか。了解。了解。作戦終了。よし、機関部を探して爆破するぞ。そうはいかぬぞ、義勇軍の諸君。マクシミリアンか。どこにいる。帝国の技術の粋をもって作り上げたこの人造のバルキュリアの盾と槍、その力を諸君らにお見せすることにしよう。もうやめて。なぜそこまでして戦う必要があるの。己の野望のため。男が戦う理由として十分と言えぬか。それに世は帝国に復讐しなければならない。
復讐？世は帝国の王子として生まれたが、母の身分が低いがため父の皇帝に疎んじられた。さらに皇位継承を狙う他の王子に警戒され、幼少時に乗っていた列車を爆破された。世は奇跡的に命を取り留めたが、母をはじめ多くの者が一瞬にして爆死した。その時世は誓ったのだ。いずれ帝国とその皇帝の位を奪い取ると。帝国を手中に収める方法を探し続けた。そしてついにそれを見つけたのだ。それがバルキュリアの力だというのか。兵士が戦場で銃弾を交わしながら戦う戦争はいずれ終わりを告げるだろう。絶対的な大量破壊兵器バルキュリアの力を持つ者こそが歴史を前進させる権利を持つのだ。行くぞ義勇軍たちよ。世の戦いはまだ終わってはいない。ベルキ